にゃ絶好調に頑張ろう。鍛錬期から原点へ第56話ね。ちょっとこれ長いんでね、ちゃちゃっと読むで行くで。人は生きていく中で原点に戻る時がある。無意識に戻る時、意図的に戻される時、自ら戻る時、その人の生きてきた人生の流れでいろんな形で原点復帰が繰り返される。男は命と体と経済、そして人間関係とで幾度となく原点復帰を繰り返してきた。幾度となく繰り返される中で男の魂は成長し、周りの環境も成長していく。男の見ている女子チームは今年もやってきた高い山の山頂手前まで駆け上がってきていた。夏の終わりに国体初出場という成果を上げていた。去年はこの時期のリーグ戦を初制覇。女子の大会日程は男子と比べてまだまだ確立されておらず、毎年ズレが生じる。あれ、絶好調にって言ったっけ？だって本当おかんのボケが映ってきてるな。だが去年と同じく夏に一山越えて直ちに、すぐに最後の全国大会予選が組まれていた。似たような日程がやってきても同じことは起きないという原理原則がある。今年はコンディションはあまりやらなかった。選手たちが疲労困憊ですと言ってきても、ちゃんと自分たちでできるように教えてきたから自分たちでやりなさいと告げた。ね、優しくね。そして予選前に監督に日程を聞かされ驚いた。日程は国体の全国大会から始まり、3週連続で全国大会予選が行われると告げられた。男子と違って女子の場合、3日間で1回戦から決勝まで行われる。これが1週間前に3回行われる。そして一番行きたい全国大会は最後の週である。このことを聞いた時、不安にならなかったといえば嘘になるが、明らかに去年より高い山を、そして去年より強くなった選手たちがどう乗り越えるかが楽しみでもあった。いつも楽しみと不安ってこう本当表裏一体というかね。そして全国大会へと突入していった。国体は県の選抜代表でチーム編成されているので、チーム全員は呼ばれてないにしても主力は全員呼ばれていた。そして大会の方は1回戦1対2で見事に初戦敗退で終われた。正直この大会で勝ち進んでいけば必ず反動がやってくる。一大会の疲れを1週間で改善しなければならない。全国の強豪チームに好勝負ができたことでよしとした。全国から帰ってきた監督も選手たちも落ち込むことなく次に焦点を定めていた。毎年やってくるこの2つの全国大会予選、1ヶ月間が空いてくれる時もあれば 2,3 週間の時もある。だが今回は1週間両方の大会とも全国に行けるチャンスはある。最初の全国大会予選が始まった。1回戦から強豪チームとの戦いだったが、3-0 と勝利し、2回戦 1-0、準々決勝 2-0 と勝ち進んでいった。そして全国のかかった準決勝、相手はクラブチームの地域チャンピオン、クラブチームとかね、高校チームが混ざったやつですね、皇后杯とかいうやつだったかな、優勝男子のあの天皇杯みたいなやつですね、優勝候補ナンバーワン。相手選手たちは果敢に攻めたが 6-0、 圧倒的な力の差を見せつけられて、やっぱクラブチームって強いんですね、敗北。だがここまでは予想定内であった。この全国大会予選は上位3チームが全国に行ける。3位決定戦で勝てば全国へ行ける。3位決定戦で戦う相手はいつかは超えないといけない相手、この地域の、ね、九州最強の、ね、高校チャンピオン、必ず立ちはだかってくる相手、まだ一度も勝ったことがない相手。3位決定戦の結果は 3-0 完封負け。どうしても勝てない、どうしても乗り越えられないのかと自問自答しながら、敗戦後の男のトレーニングの日になった。この時の監督からのメールは 今までになく長文であった。必ず勝ちたいということ、この子たちは全国に行ける実力があること、そして
最後の全国大会予選なのでコンディションをしてやってほしいと、そして心が途切れないようにメンタルの話をしてほしいと。男は移動中の車の中でこの3年間の間ずっと言い続けてきたメンタルの話を思い出しながら、今さら何を話そうと思い悩んで、もうずっとねメンタルの話はしてきたんですよ、だからもう何も言うことねえなっていうぐらいなんだったんですよね。本当この1年半あと一歩で全国を取りこぼしてきた。その都度にメンタルの話はしてきた。頭の中で話がまとまらないまま選手たちのいるグラウンドに到着した。選手たちは疲労のピークなのかプレッシャーでストレスが強いのか、みんな顔色が悪かった。おまけに前の日は学校の体育祭もあり、こんな時に体育祭があったんですよ本当はね、があり、素晴らしいくらいに体と心を追い込まれていた。そして選手たちと軽く挨拶をして本題に入った。男はまとまらない心のまま話し始めた。いつものパターンで最後の全国予選になりましたね。監督にメンタルの話をしてくださいと頼まれました。でもね、あなたたちにずっと言ってきたつもりです。今更何を話そうかと思っている。ところでみんなはメンタルを強くする方法、心を強くする方法ってどんなことしてますか。男はキャプテンや3年生、そして主力選手などに聞いてみた。選手たちから出てきた内容はいろいろあったが、男は思わず笑ってしまった。男は選手たちに笑いながら言った。あなたたちはみんな各自、ね、心を強くするアイテムを持っています。でも俺の言っているメンタルトレーニングをしている選手が一人もいなかったことに新鮮な驚きですで練習する前に強気って言おうとかね、俺が言ってる時しかやってなかったんですね選手たちもどっと笑いが出て、男は話を続けた。俺はここに来るまでにいろいろ悩んだけどね、いつも極度のプレッシャーを感じた時に思うことがあります。それは原点に帰る。今から話、分かりにくい話をするけど、俺は昔大きな病気をした話はしたよね。最初の病気の時は家族、親戚、病院、友達、周りのみんなに全力で助けられたんよね。不安と恐怖に負けてみんなに頼り切った。病室に行く時も麻酔をしてから手術室に連れて行ってくださいと頼んだんよ。そしてその後助けてくれたことにも感謝せず、愚痴、泣き言、うまくいかないことは周りのせいにして生きてきた。そして2度目の大きな病気がやってきた。今度は助けてくれる人は一人もいなかった。いや、周りは助けようにも俺が前回以上に恐怖に負けていた。人の言うことを聞く耳も怖くてこう耳に入らなかったんですね、何を言われててもね。そしていろんなことがあって、それでも生きていこうってなった時に一人で戦う覚悟をしたんです。言葉を変えて、容姿を変えて、一つずつ今までできる目の前のことをやっていったんです。そして手術の日、車椅子で迎えに来たナースさんに自分で歩いていきますと伝え、自力では歩けなかったから押し車を使って手術前まで歩いていったよね。誤解を生じて冷え冷えとした関係になっていた嫁さんもこの時だけは一緒に横を歩いてくれた、ね、嫁さんってね、夫婦ってよくできてますよ。でも複雑な心境やったっすけどね、神様はいつも義理で助けを出してくれるんよね。そしてみんなに新しい俺に帰ってくるからと告げて手術室に入っていきました。手術室に入ってナースさんが手術台のところまで連れてってくれました。手術台に乗った俺に最後の最後に試練がやってきた。この病気になって併発したパニック障害が襲ってきたよね。俺はずっと一人で頑張ってきた。でも最後の最後に心が折れたよね。いい、みんなどんなに頑張っても最後に俺は心が折れたんです。そしてやっぱりダメだ、もう逃げようって思ったんよ。でも次の瞬間、主治医の先生が頭を押さえて、もう大丈夫だからと優しく言って、麻酔のマスクを俺にかぶせてくれたんよね。その後は見ての通り元気な俺です。もうね、最後の最後ね、ほんと心折れたんですよ。乗り越えたんじゃないんです、それは。でもう本当に逃げようと思ったんですあの手術台のね、上に乗って縛られていて
こう行く時にね、今なら逃げれると思ってね何が言いたいのかというと、頑張って頑張って最後の最後に心が折れた時に助けてくれたのは、一番苦手で俺をパニック障害になる くらい心を折ってくれていた主治医の先生なんよね。こんな極端な話が理解できんやろうけど、俺はいつも行き詰まった時にこの時たった一人で立ち向かった出来事を思い出して頑張れるんです。頑張っても頑張ってもそれでもどうにもならない時が起きた時、必ず神様が助けてくれる。本当に俺はそう思う。もうどうにもならん時って、最後はね、神様が助けてくれるんよね信じられんやろうけどあなたたちには頑張ってたら、一生懸命頑張ってたら助けてくれる仲間がこんなにたくさん周りにいる。仲間も家族も監督もみんなが助けてくれるから、もちろん俺も全力でサポートするから、安心して戦ってきなさい。どんなことが起きてもあなたたちが良くなることしか起きないから大丈夫だから。ここまで話した時、顔色の悪かった選手たちの顔は少し好調し、明るい顔になっていた。そして変なメンタルの話は終わり、ではお待ちかねのコンディショニングをやりましょう選手たちは素晴らしい笑顔になり、はーいと元気のいい返事が返ってきた。この週末は男の契約している他のチームも大会が目白押しだった。週末に入り、女子チームは順調に1回戦2回戦と勝ち上がっていった。この物語にはまだ出てきていないが、社会人のチームでアマチュアのままプロチームをなぎ倒して日本一になったチームがあった。このチームに出会った頃、アマチュアのまま日本一になりますと言っていた。誰もが不可能だろうと言っていた。笑う者もいた。そのチームが去年奇跡の日本一を成し遂げた。そして今年は連覇を狙う、ね、もうこのチームの話もこの後出てきますけど、このチームはすごいですよ本当にね。女子チームは大会の2日目は女子チームは大会の2日目は全国を決める準々決勝が行われる日だった。社会人のチームはリーグ戦を1位通過で決勝トーナメントに進出。男はこの日もセミナー講師の仕事があったが、正直心は上の空だった。お昼過ぎに1つ目の結果が SNS の情報から目に入ってきた。社会人のチーム準決勝敗退、全国3位という結果で終えた。全国3位は素晴らしい結果である。ただずっと見てきているだけに、勝たせてあげたかった、優勝させてあげたかったという思いは大きかった。セミナー講師の仕事が終わり、スタッフとミーティングをしている時も気丈に振る舞うが、心はそこにはなかった。ミーティングが終わり、どうにか心を落ち着かせようと向かった先は実家の仏壇の前だった。病気から立ち直っていく過程でルーティーンのようになっていたご先祖様への感謝のお参り。願いや頼み事を言うのではなく、命をつなげてくれたことに対してのご先祖様に感謝の気持ちを唱えていた、ね。いつもね、命つないでいただきありがとうございますって言うんですね。そしてふっと横に置いていた携帯のランプに気がついた。携帯を開いてみると、ある方からのメールが届いていた。その相手はくしくも去年我が女子チームの敗北を知らせてくれた他チームの親だった。去年ね、うちが全国決めました先生って言ってね、じゃあうちのチームはって言ったら、ああ負けました、知らせてくれた親御さんですよ嫌な記憶が蘇ったが、内容を見てみた。その内容は、今年は見事に決めてくれましたね、全国大会出場おめでとうございますという内容だった。男はその場で大の字になり、我慢せずに泣いた。そして何度もよかったよかったと歓喜の声を上げた。もうね、誰もおらん仏壇の前でね、よかったってもうボロボロ投げ、もう本当俺がやっぱ一番もうなんか切羽詰まっちゃったんですね、もう。本当ね、今年は日程やいろんな面に対して厳しかったが、見事に目標を達成し山を乗り越えてくれた。涙が止まらなかった。選手たちにおめでとうという言葉を送った。その夜にキャプテンからの電話が鳴った。そして第一声は絶好調ですってね、全国決めました。
男は感謝の気持ちを伝えた。よく頑張れました、本当に感謝の気持ちしかないです。キャプテンは最後まで笑顔で戦ったと言ってくれた。そして明日の決勝も笑顔で勝ってきますと、戦ってきますと言ってくれた。男は全国で決めた話しか聞いてなかったので、準決勝も勝っていたことを知らなかった。男はキャプテンに、じゃあ明日は楽しんでねと告げて電話を切った。の決勝の相手は九州最強のチームですよ、次の日他のチームにトレーニング指導を行うために車で移動中の時、 SNS の投稿で女子チームの卒業生が結果を載せてくれていた。後輩たちが偉業を達成してくれました。20年間その県から出たことのなかった優勝旗が我が県へやってきました。女子チームは優勝していた。あの最強を誇ったチームにね、20年間ですよ、もう本当にね、20数年間か、何度も挑んでも勝てなかったあのチームにとうとう勝利した日がやってきた、ね、最初俺がチームに行った時にね、上村ですよ、上村って勝てんのって言ったらもう本当10-0とかね、すごいなんか何の試合みたいな点差で負けてね、勝てるわけないじゃないですかとか言ってた、ね、そのチームにね、男は涙が止まらず進むことができなかった車でね。トレーニングコーチという仕事は勝っても負けても次の職場で笑顔で指導する、ね、言ったところでね、もう涙はね、泣けないですからね、次の職場で。その夜のキャプテンからのメールで PK 戦で勝利したことを知った。そして PK 戦の間みんなで強気絶好調って言い続けたと知らされた、ね、この時に俺のメンタルトレーニングをやってくれたんですね男はみんなに感謝しかないですと伝えた。こうして勝てなかった鍛錬期を乗り越えて最大の最強強敵チームを下して優勝を勝ち取った。だが勝った余韻に浸る暇もなく職業病でもう次のレベルアップを考えているそんな言いながらね、もう考えてるんです。男は空を見上げ、この終わりのない人間の進化向上に携われる仕事に感謝した。そして極限状態の中から一つ上に上がった女子チームを誇りに思う男であった。主軸にゃあーよかった。もう本当ね、もう何回この時のはね、読んでも見てもたまにこうね、小説を読み直すんですね、携帯サイトでね。読んでもこの時のだけはこう自分が原点に戻る、手術室でね、パニック障害で逃げ出そうとした時にね、助けてくれた、ね、神様が助けてくれたって言っても、助けてくれたのはその俺をね、いつもパニック障害に落とし追い込んでくれてた先生ですよ。先生が助けてくれたんですけどね。でこの話の中で出てくるかな、この先生がね、最後に手術終わった後もね、もう検査 MRI 入れないから検査とかもう受けなかったんですね。もうでも先生に自分で治しますって言ってねでもう半年ぐらいでもう病院も終わったんで、もう検査も受けんしもういいよねって言って、病院の先生がねで俺もいやもういいですって言って、なんとかかんとか自分でも歩けるぐらいにはなってたんでね、その頃には。で先生がその時にね、林さんね、まあ、俺もちょっと辛いことが言ったけど、あなたのあの状況でね、パニック障害とかね、閉所恐怖症とかなったのはね、あれはしょうがない、あれは誰でもなることなんですよって、よく頑張ったねってね、その先生が最後に俺にね、本当にもうすごい煙たがってね、もういやもう病院から帰ってくれとかね、あんたの言ってることとか考えてることが変わらん限り、この病気は何回もあなたには再発するよとか言って、俺にね、もう本当にどんだけ俺の心折るんかってぐらい折ってくれた、あの先生が最後の最後ね、終わる時にはそうやってよく頑張ったねって俺をね褒めてくれたんですよ。もうその時もね、もううるうるもんやったけどね、でもよく頑張ったねって言った後にだけ、もういいよ、もう早く帰りなさいって帰らされましたけどね。そう、病院っていうところは
いろんな面で俺を強くしてくれましたね。生活習慣っていうのもね、本当病院でちゃんと規則正しく生活習慣を正せばね、病気って本当早く治るんですよ。最近本当ね、20分や。まあいいか、今日はこのくらいで、もうなんか相当感動したし、燃え尽きたっけ、終わろうかな。またね、本当病院でその人がね、まあ、言うとこ言える時言っとこ、ね、最近ちょっとね、水泳の選手とかが病気になったじゃないですか。で、運動してるのにね、病気になるんですかとか公民館でね、おばあちゃんたちに言われるけど、運動している人とかの方が体のトラブル多いんですよね。で、スポーツしてる人ってね、頑張り屋さんなんですよ。頑張り屋さんやけね、よくがんになるんですよ。ね、よくひとりさんが言いますよ。頑固な人、頑張りすぎる人ががんになるってね。そうで、やっぱね、食生活があるんですよ。もう人間ってね、とにかく食べてるものですよ。だから、運動してるからタンパク質とかね、そういうのを取りすぎたり、プロテインとか取りすぎたりとか、やっぱね、オリンピック候補とかね、世界に通用する選手にしたって、この1、2年ぐらいですよ。そんなね、合宿とか行った時にちゃんと食事とかもきちんとしたものを食べさせてもらえるのも、それまではやっぱりいろんなね、肉ばっかり食べたりとか、やっぱ食生活が良くなかったんですよ。そういう病気になったっていうことは、血液の病気になったっていうことは、血液が悪くなる食生活をしてきたんですね。だから生活習慣さえね、改善すればね、良くなるんですよ。改善されるんですよ。やべやべ、改善されるんですよ。 そこに気づいてね、くれるといいかなって。病院のね、治療は当然してもいいんです。治療してね、蓋を閉めて、ごまかしてる間にね、生活習慣をすれば、生活習慣を正せば、しっかり戻ってこれるんでね、それに気づいてくれることを祈ってます。ちゅうことで、ね、22分も喋ったんでね、大丈夫って10回を、はい、大丈夫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 、なんとかなるって10回を、なんとかなる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 、なんとか、ボロボロなあかんで、読めたらよかった。ついてるって10回を、ついてる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 、よし。鍛錬期から原点へ、いい話やったな。ついてる笑顔で、にゃー、プチ。